さあ、未来を表す表現が出てきました。英語では未来形ということのできる決まった未来を表す形はありません。決まった形がないため will あるいは be going to などを使いながら未来を表していくわけです。まずは助動詞 will が描く未来、これはどんな未来なのか少し考えてみましょう。 A の文、 Take an umbrella because it will rain later。 傘を持っていきなさい、後で雨になるから。この It will rain later、 この助動詞 will は未来を見通す感覚を伴っています。トンネルの向こうに未来をくっきりと見ながら、後で雨が降るよと言っているわけです。降るだろうと訳されることはありますが、そうした不確かな感触はありません。自信を持って雨が降るよと確信して述べているわけです。助動詞 will が描く未来にはもう一つのタイプがあります。それが意思を表す形です。 C の文をいきましょう。 OK, I'll phone her right away。 わかった、すぐに彼女に電話を入れるよというわけです。意思を表していますよね。何々しますよというわけです。このう、非常に小さな発音ですけれども、これがない I phone her right away、 これは意味をなしません。すぐに彼女に電話を入れます、そうしたことを習慣的に行っています、そうした奇妙な意味になってしまうからです。何々するよと意思を表すウィルをしっかりと入れなくてはいけません。ウィルは未来を見通す感触を伴った助動詞、その見通した未来でこれを起こしますよ、そうしたニュアンスがこの意思を表す未来の使い方です。